はい、みーママです。今日は久しぶりにコストコに行ってきたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで緊急事態宣言が解除されてコストコにね久しぶりに行ってきました。結構ねいろいろ買ったので順番にちゃちゃっと紹介していきます。まずねこちらのバケットプレイズっていう砂場で遊ぶセット、おもちゃのセットをね買ってきました。いろいろ入ってて、これも本体がバケツなんですけど、じょうろが入ってたりとかスコップとかちっちゃいねバケツも入ってますね。あとなんかお水で遊べるようなおもちゃやったりとかいろいろね入ってて、このままねこう海とかに持ってて遊ばしてあげたいんですけど、多分もう今年はコロナの影響でねもう海とかもプールとかも行けないと思うので、またねお庭でプールすること多分多くなると思うので、その時に遊べたらいいなと思って買いました。結構入ってるんでめっちゃお得やと思います。まずねこれ1点目、今回お値段の方はねテロップの方に書いておきます。続いて2点目、こちら水風船なんですけど、これもね今年の夏お庭でみんなで遊べたらなと思って買ってきました。めちゃめちゃ入ってて420個風船があるみたいです。これはねホースに直接くっつけてで水入れたら一気にたくさんね水風船ができるんですけど、今年の夏子供たちとねこれでお庭で遊ぼうと思います。これはバラエティラムネ、これもみんな懐かしいんちゃうかな。私もね小さい頃よく食べたんですけど、こんな感じね自粛生活が始まって、我が家はね3時におやつボックスっていうのをちょっとね1人ずつ作ってて、3時になったらねそのおやつボックスから2つずつ好きなの選んで食べるっていうねちょっとルーティンをしてるんですけど、そのねおやつボックスの中に入れようかなと思って買ってきました。めちゃめちゃ入ってますよ、これ50個入ってんねんて、やば。これねゴールドワイパーこんな感じです。もうねコストコ行ったら必ず買うし YouTube でも何回も紹介してる商品なんですけど、これもねもう自粛中になくなっちゃってたので買ってきました。キッチン掃除する時とかはいつもこれをね使ってます。その下これお尻拭きですね。結構意外とお尻拭きって使うこと多くって、コストコでこのタイプは初めて買いましたね。70枚入りが15個パック入ってるみたいです。今回ねコストコに行ったお目当てはこのキッチンペーパーを買いにでした。これも自粛中にね全部なくなっちゃって、もう何年ぶりっていうぐらいにドラッグストアに売ってるねこのキッチンペーパー使ってたんですけど、もうやっぱり違うなと思ってこれ買えたのがほんまに嬉しい。でこれねショップタオルね、このショップタオルも切れちゃってたのでもう買えてめちゃめちゃ嬉しいです。この2つはもう毎日使うものなので私にとっては必需品です。これねじゃがりこなんですけど、子供たちがめっちゃじゃがりこ好きなんで今回初めて箱で買ってみました。普通のねサイズのじゃがりこが12カップ入ってます。これ安かったですよ。ちょこちょこママさんたちがあーじゃがりこ安いとか言ってみんな買ってはりました。これもねおやつボックスに入れようと思います。キレイキレイ売ってたので買ってきました。一家族ね1個までやったら買っても OK って書いてたのでね、我が家も購入しました。で我が家が使ってるハンドソープはミューズのこう手をかざしたら出てくるタイプのやつなんですけど、ほんまはそれが欲しかったんですけどやっぱなくて、でねドラッグストア行ってももうどこにも売ってないんですよ。今はねあの前にストックしてた分があるのでまだなんとかね助かってるんですけど、それもねなくなってしまったらどうしようと思ってね、買える時にも買っとこうと思って買ったんですけど、これはもう泡タイプじゃなくて普通の液体なので使う時はねボトルに詰め替えて使おうと思います。めっちゃ重たい、4リットル入ってます。はい、でこの袋の中紹介します。これもめっちゃ重くって、そう今回はもう、ね、食料品はあんまり買ってないです。なんでかっていうと冷蔵庫の中がパンパンで入りきらないのでちゃろっとだけ買ってきました。まずはいこちら安定の卵ですね。これ卵はねもう使うことめちゃめちゃ多いので買っても大丈夫かなと思って買いました。じゃんじゃんいきますね。こちらのラクレットのねチーズ、これリピート商品ですね。これめっちゃ美味しいのですごいおすすめ。パンにのせるのはもちろんハンバーグの上にのしたりとかしても美味しいのでこれおすすめの商品です。こちらこれもねリピート商品ですね。ブラックタイガー買ってきました。エビフライ用にいつも買うんですけど1キロね入って
ってます。これも私はおすすめ、リピート商品ばっかりだな。これね、チキンナゲットですね。これもリピートで買ってきました。これもみんな美味しいのでおすすめです。このナゲットの中にこのキーのねチーズが入ってるんですけど、焼いたらねとろっとしてて美味しいので子供ちゃんたちも好きやと思います。ぜひチェックしてみてください。でこちらね、安定の桜鶏のねもも肉買ってきました。これは絶対買うやつですね。もうもも肉は何でもいろいろ使えるので必ず買う商品です。これは今回初めて買いました。パパが欲しいっていうので買ったんですけど、オーセンティックイングリッシュマフィンっていうやつね。マクドの朝マックのパンみたいな感じですかね。もうなんかちょっとめちゃめちゃぐちゃぐちゃになってるけど、2袋に分かれてて1袋に6個ずつね入ってます。そう、これなんかちょっと切れ目入れてチーズとかねハムとか入れたりしてチンしたら美味しいと思う。食料品は次これかな、スパムね。久々にスパム買ってきました。これもパパが欲しいっていうことで買ったんですけど、これもめちゃめちゃ入ってるんですよね。6個入り買ってきました。もうねパパがスパム大好きで、それこそねこのスパムこのマフィンに挟んでも美味しいと思います。続いてこちらは鮭フレークですね。これね買ったことあったかな、なんか一回買ったことあるような気がするんですけど、子供たちが鮭ご飯好きなのでいつもねスーパーでもよく買うんですよ。結構日持ちするんで1年ぐらい持つのでこれ買ってきました。日持ちするのがねいいですよね。続いてこちらごまドレッシングね買ってきました。もう我が家はもうパパもやし子供たちもごまドレッシングが大好きで、普段ね野菜食べてくれないんですけど、ごまドレをかけると食べてくれるんですよ。ちょっとね大きいので、私はねあんまりこうちょっとこのでかさ嫌なんですけど、パパがもう何でもかんでもかけるぐらい大好きでこれね買いました。マジでかいのよねこれ。食料品は今回これでも以上です。で次キュキュットのクリア除菌買ってきました。これもリピート商品です。毎日使うものなので減りも早いし、ストック用にね買ってきました。こちら日本酒の力っていう化粧水をね買ってきました。2本ついてます。これ使う前はハトムギ使ってたんですけど、このねボトルに入ってるタイプこうね意外とめちゃめちゃ安くって、私は顔に塗らずに体にね使ってます。顔のスキンケアもそうなんですけど、顔のスキンケアも化粧水をねつけてから、まあ、最後みんなクリームとかで仕上げると思うんですけど、体もねこうもう一枚の皮でできてるから体も一緒ちゃうんかなと思って、私はボディクリーム塗る前はこういうね安い化粧水をパーって塗ってボディクリーム塗るようにしてます。果たしてそれが合ってるのかちょっとわからないんですけど、この化粧水はねちょっと使うの初めてなんですけど、体に塗るね化粧水はもう全然安い化粧水でいいので、これね試してみようと思います。続いてこちらパパのやつなんですけど、メンズビオレのこれ洗顔ですね。泡洗顔パパが欲しいということで買ってきました。ちなみにさっぱりタイプをねパパは買ってますね。続いてこちら、これは子供たちのパンツになります。こっちルーキーでこっちミーナちゃんね。これもねリピート商品で前に買ったんですけど、ルーキーはちょっともうちっちゃくなってきてて、ミーナもねちょっと買い足そうと思って2人分ね買ってきました。めっちゃ可愛いんですよこのコストコのパンツだからねおすすめ。続いてこちらミーナのね靴下、プリンセスのね靴下が6セットになってます。ルーキーのも欲しかったんですけど、男の子のやつがちょっと興味当たらなくって、とりあえずねミーナの分買ってきました。ここからそうちょっと除菌系なんですけど、こちらミューズの固形石鹸になります。さっきも言ったんですけど、我が家はねそのミューズの泡タイプのやつ使ってるんですけど、今回それはなくて固形石鹸の方は売ってました。ストックとして買ってきました。続いてこちらねアルコールジェル買ってきました。これもね1家族1つまでやったらいいっていうことで我が家もね買ってきました。第2波が私多分絶対来ると思うので、だからまたね同じようなことにもなるやろうし、ちょっと買える時にね買っとこうと思ってね買いました。もう結構ハンドジェルはいろんなところに売ってるんですけど、もしね売ってるところがないっていう方はねコストコ行ってみてください。で次が最後です。じゃん、
こちら持ち運び用のハンドジェルのセットですね。こんな感じです。これも一家族一つまで買っていいっていうことだったので我が家もね買いました。めちゃめちゃね大量に入ってます。これめっちゃ助かるわ。この大きいボトルのやつは結構あのドラッグストアとかでももう手に入るんですけど、持ち運びのやつってなかなかなくって、これはねすっごい助かる。パパにも仕事の時に持って行ってもらってしっかりね除菌してもらおうと思います。数もね少なくなってたので皆さんぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今回のコストコでの購入品は以上になります。今回はねこのキッチンペーパーとショップタオルが欲しくって行ってきたんですけど、まあやっぱりコストコに行くとなんやかんや買っちゃいますね。ほんまにコストコ行くのもめちゃめちゃ久しぶりやったし、試食はもうねやめてました。冷凍食品のところのドアをアルコールで拭いて貼ったりとか徹底してやってました。このねコロナの影響で人生初めて自粛生活っていうものをね味わった時に、私がすごい思ったのがストックしててよかったなっていうのがすごくあって、コロナが始まるからストックをしてたわけではなくて、もう日頃からね結構こうコストコとかあとロハコとかでも私結構ストックするのが好きなので、ストックしてたおかげで今回ねあの自粛中ももうほとんど買いにも行かなくて過ごせたので、日頃からのストックはすごい大事やなって思いました。やっぱりこうね流行ってから買ってしまうと、ああいうマスクとか除菌ジェルみたいにほんまに必要としてる時になかなか買えなかったりもするので、まだまだコロナは怖いなって思ってるし、第2波も来るんちゃうかなってちょっと恐れてる部分もあるので、皆さんも少しずつねストックをしていくのをおすすめします。ではでは、なんかちょっとダラダラ喋って長くなったんですけど、本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you.